法制人間ヌイグルマーは、大月賢治による日本の小説。大月をリーダーとする、パンクバンド、特撮のアルバム、ヌイグルマーに収録されている楽曲、戦え。ヌイグルマーをベースとした変身ヒーロー小説。雑誌ダ、ダビンチで2004年11月号から2006年12月号まで連載し、その後開講し新たに書き下ろしを加えて、単行本化された。単行本。 文庫版のカバーイラストは D、D。単行本版では口絵も収録されている。また、ダヴィンチ連載時の差し絵はパコ。その外見的特徴や名称は人造人間機械ーがモチーフとなっている。特撮のアルバムジャケットでは赤いぬいぐるまーとして描かれ、小説のカバーイラストでは黄色いぬいぐるまーとして描かれている。 初版の文芸書の帯のコピーは命をかけて縫いぐるみが君を守る。糸ほつれ、面もはみで、布破れ、体もげてさえ2014年には、井口昇監督により、縫いぐるまー Z のタイトルで映画化された。中川翔子が主演し、主題歌も縫いぐるまー Z として特撮とデュエットをしている。映画公開に合わせて造反された原作小説の帯に映画原作。 でも内容が映画と全然違う。と記されている通り、内容に大きな変更が加えられている。滅亡の危機にあった、遥か彼方の惑星、ドムホに住む、面上生命体が銀河放浪の末に地球にたどり着いたが、その生存者の数は激減していた。タイのサマイ島に降り注いだ彼らは、地球上での生息場所として、ぬいぐるみの中を余儀なくされる。 日本に住む森の姫子は、クリスマスイブの日に、プレゼントとして黄色いテディベアを選んだ。そのテディベアには、面上生命体のドムホ最強の戦士、ドーマーが住み着いていた。同時期、アメリカの田舎町では失業した父親と暮らす、少年フィルが、クリスマスプレゼントとして黒い網木、ルミを買い与えられた。その網ぐるみをチャーリーと名付け、フィルは、自分の弟として、 かわいがっていたが、網ぐるみにもドムホの戦士、で、パルザが潜んでいた。それぞれのトラウマを抱えた、少年少女との交流の末、生死の選択を迫られ、地球人を延命させるために合体をすることで新たな、生命体が生まれた。面ぱいの愛を怒りに変え、布破れ、面もはみで、糸ほつれたいもげてさえ、ボタンの瞳にかけて、命をかけて守ってみせよう。 マサヨシと君を。我が名は、友情の選手、法制人間ぬいぐるまー。全人類平等に不幸であるべきと、全世界に混乱を招こうと企むメガバイト社会長、クリストファーと戦っていく。ありがとうございます。